おはようございます。どうよ、なんの見て、首がもう固定してます。この4日間ぐらいね、ずっと毎日寝違えたみたいになってて、もうね、こう回り見るときこうなってる、こうやってこうやらないと、下見るときもこうやって見ないと見えない。で、今ちょっとね、痛み止め飲んでるからまだ歩けてるんだけど、朝起きるときとかね、本当にもう10分ぐらいかかる、立ち上がるまでに。なんでなんだろう、ちょっと原因不明。もしかしたら本当に毎日寝違えてるのか。でも1週間連続で寝違えるばかりないでしょ。今ね、マチュピチュの町クスコっていうところに来ました。やってきました。このクスコといったら、なんだっけ、なんか食べ物で有名なんだよね。クイという料理。クイは英語でギニーピグ。ギニーピグ、だから小豚だよね。わかんない、日本語がわかんない。ギニーピグ、ヨーロッパでペットにするやつ、かわいいやつ、ウサギみたい。ギニーピグ、日本語。モルモット、わかんない。小豚じゃないの、モルモット。え、これ？そう、これ！かわいいでしょ？モルモット！これ食べる？日本でもこれはペット。やば！これ食べるんだ。やめよう、帰ろう。ましょう。はい。ちょっと何かわかんないけど、パレードやってる。今日はなんかの祭りだね。坂が多くて大変だわ。めっちゃ可愛くないこの道。そう、こういうね、石畳の道にね、両サイドで お店とかね、お土産屋さんとかレストランとかびっしり並んでて、ヨーロッパみたいな雰囲気があります。ただ道狭いから車が大変そうだね。あとまためちゃ高いところに来たから、もう登るのが大変。死ねよ。着いた。着きました。このレッスン、まあ、いろんなレッスンがあるらしいけど、これなんかブログに出たからちょっと見よう。混んでる。うわ、めちゃめちゃ人いる。すごっ。有名なんだね。あは。どっす。はい、着きました。で、めちゃくちゃ混んでる、この店大人気で。まあメニューを見ると、あれがギニピグがあるけど、80ソレスだから3000と、こうフレッシュでグリルするから1時間もかかるらしい。で、私たちはめちゃくちゃお腹空いてるし、バジェットオーバーだし、お金がない。タカが気持ち悪いって言ってるから。さっき目の前を通ってたんだけど、めっちゃ気持ち悪かった。でね、周りのテーブル見ても食べてる人はほとんどいない。残念。さっき見た瞬間鳥肌立って、絶対俺食べれないからやめます。食べたくない。やめましょう。はい、でも違う面白いものをメニューで見つけたから、アルパカが食べれるらしい。行っちゃった。だからちょっとだけアルパカを食べてみますか。はい、食べる。食べる。アルパカはあれでしょ、丸々出てこないでしょ、多分切られてる。さっきのモルモットはだって丸々だって。やばかったよ。ちょっと待って。なんかね、こんぐらいの木のプレートにこれぐらいのモルモットがこうやって、で、麺もこうやってついて、こうやって焼かれてた。めっちゃ気持ち悪かった。もしね、近くの人で食べてる人いれば撮らせてもらおうか。Thank you. モルモットが焼かれてる。そう、よくないでしょ。かわいそう。カルパク。
てるけど、もうちょっとなんというワイルドな味する。ワイルドな味、あの生臭いってこと？生臭くはない。めっちゃうまくない？めっちゃ柔らかいし、確かに牛に似てる食感とか油の乗り方とか、すごい牛に似てて、牛よりもっとめちゃめちゃ柔らかくした感じ。めっちゃうまい。伝わってないかな。めちゃめちゃうまい。おー、ワンちゃん。人も多いね。やっぱ観光地だからめちゃめちゃ人が多い。そして車もめちゃめちゃ多い。全然ボケてない。ボケてないよ。今ね、広場にやってきました。クスコの中心的な広場かな。そう、ラサデルアルコ。なんかコンサートもやってて、タンゴ犬もめっちゃいて、めっちゃ綺麗な、めちゃくちゃ綺麗な広場。ってことでね、もう今ね、だんだん寒くなってきて、首がね、また痛くなってきたから、ちょっと帰ります。帰ってお風呂入って温めて、マチュピチュまでには治ってほしいから。はい、ちなみに、あさってマチュピチュ。そう、マチュピチュまあまあ坂登ったりするから、首が痛いと響いて死ぬことになるので。ってことでね、また明日クスコ一日紹介します。自分でこのカメラを持つのが大変だよ。めちゃめちゃ重たいでしょ。重たい。俺いつもこうやって片手で持ってるけど、腕パンパンだから。ということでね、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。今日から1泊2日のマチュピチュツアーに行きます。わー、ふわふわだ。すごいっす。規模がすごい。こんな棚田見たことないもん。飲んでます。お、俺。